AKC さん、今日の赤初赤スパ、明日本当にもういないの？お母様がこういった時に泣きました。コココ会長の願いは笑顔で送別してほしいですが、どうにも涙を抑えられないので、結局泣いた。この痛みは二度と体験したくないので、お幸せの時に押せよっていう言葉を一生忘れない。シシロン好きなので常に配信や公式など楽しく見てますが、でもシシロンも卒業する日もあると考えるとちょっと寂しい感が出る。それでも僕たち SSRB のみんなは楽しくシシロンの配信を見ています。後悔しないように。長い文章すみません。どうしてもこの気持ちを伝えたい。最初から最後までシシロンを見てます。ありがとな、まあ、よ、私もまあよっぽどのことがない限りは多分卒業とかはないだろうけど、まあ、何やるか分かんないからね。だってもしかしたら明日死ぬ可能性あるしね。みんなにも言えることだけどね、明日何かしらなんか不幸な出来事が起こって死ぬ可能性は誰にしもあるからな。だから確実なことは言えないよねいやこれはでも私だけじゃないから、みんなもそうだから、私はもちろんみんなにそうなってほしくないから、なんか気をつけようねってそうそうそう、いや突然の死はマジで突然なので、いやもう本当に本当に、うちはほらちょっと話したことあるけどさ、私はほら父親ライオンが本当にもう突然の死だったからいやマジでマジで、だからね本当にね、いきなりいなくなるっていうのはあるからね。そう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 、何があるかわからんから、みんなもね押せる時に押してほしいし、だから逆に私はみんながいなくなるのはちょっと寂しいっていうか、もうちょっとどころじゃないけど嫌だからさ、なんかできるだけ配信したいし、そうやでーな、持ちつ持たれつでちょっと行きたいなと思います。ここにいるで、ありがとうな、これからもちょっと配信見てくれよな。